2002平成20年を語る上で、将棋の藤井聡太二冠、18が成し遂げた快挙を外すわけにはいかない。東京五輪の開催予定時期だった7から8月、芝叩く間に棋聖と王位を奪取。史上最年少で複数体感者となり、五輪ロスの日本列島を熱狂の渦に巻き込んだ。快進撃の間に注目を浴びたのがインターネット中継での AI 形成指数。 一手ごとに勝率が100分率が分で表示される7月14日の大井戦七番勝負第2局最終盤では勝率14%だった藤井が逆転で木村和樹大井47当時を下し奇跡的勝利としてトップニュースに逆に10月5日の第70期王将戦挑戦者決定リーグでは 豊島正幸竜王、30明王とをと、2冠、お勝率で99、99%まで追い込みながら、痛恨の逆転負けを喫し、こっちになった。AI 出現以前の将棋中継では、解説棋士のコメントが、形成判断のすべてだった。しかし、ネット中継の先駆けとなった、ニコニコ生放送がソフトの評価値表示を、数年前から採用。ただし、数値は絶対値で、400から500点差以内は、ほぼ互角。 先天差は優勢。2000点上は大差といった独自基準にやや難解差が見られた。今年に入り、アベマ t v が100分率での表示を開始。以後、将棋チャンネルも同方式を採用している。ファンにとっては、親切な情報表示でも、岸側からは懐疑的な声が上がりつつある。前述の王位戦、第二局について、王座経験のある中村大二七段十2は、大逆転という報道もされたが、 プロ的に見ると、一つのレールに乗ってしまえば、ああいう逆転もあり得ると、自身の YouTube で指摘。AI に詳しい、羽生義晴9代だけである球団50も、形成数値は有利側に楽観すぎる。90%対10%でも、人間の目からすると、6対4という時があると訴えた。 その羽生は、10月14日の王将戦長期リーグで、佐藤、天彦球団相手に1%、対99%から勝利をものにしているだけに、説得力は高い。将棋は生身の人間同士の戦い。AI だけでは評価できない。ただ、形勢が数字で表示されれば、何十手も先を読む頭脳戦を観戦する目安になる。藤井も見ていただく、才の楽しみの一つにしていただければと話している。 対局する棋士の心理は解説担当の棋士が読み解いてくれる。投了後の感想戦では棋士自ら言葉を発する。AI と人間の言葉、これらを総合して自分なりに楽しむのが21年の観戦信用式になるかもしれない。勝率840・41も藤井二冠の今年は計63局で53勝10敗841と高勝率をマークした一方。 王位以外の5タイトル戦では、番勝負に届かなかった。特に王将戦では、挑戦者決定リーグで、開幕3連敗を喫し、来期は2次予選からのスタートと、ほろ苦い結果、一般棋戦では、3連覇を狙った朝日杯で、準決勝を敗退したものの、銀河戦では、史上最年少で初優勝を飾っている。藤井聡太二冠対策の棋手・竜王への一手は身狂いするほど。 負けると敗退してしてまうトーナメント常にトップ棋士と戦う棋士はその人自体が一流ですさて私も最近1週間ほど一流の気分を味わう経験ができました元気会で4人しかいないタイトルホルダーそのうちの3人と立て続けに公式戦で対局したのですまず藤井聡太二冠との秋範公式戦3回目の対戦です弟子とタイトルホルダーを同時に意識する対局です 指定対決の注目は盤上だけではなくこの対局も開始前上座下げ座にどちらが座るのかが注目された様子勝負の結果は皆さんご承知の通り藤井二冠の勝ちでしたがいつもながら強い弟子この話はまた別の機会に杉本八段が豊島竜王との対局で指した好奇心から生まれたという機種。後半でもともとは藤井二冠対策だった一挙にまつわるエピソードを紹介 次のオーディオビデオでお会いしましょう。